言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。リニューアルオーバーの話とかナンバーアイの話もしたいんですが、こちらが結構ね、情報として出しておきたいので、あと仕事前なんでラジオ配信で失礼いたします。ナンバーアイやミーアイの話は仕事終わってからで、明日も早いんで諸々のものが落ち着いてからになるかもしれませんが、ご了承ください。まあどうしてもね、 B ファースト優先にさせていただくのは私の属性上仕方がないところはありまして、というか、まあこちらが私のメインのね、押しぐるではございましてね、っていうことです。レオくんが演技をする NHK 番組の第2弾という話、アナザースカイのソータくんの紹介がエモいという話、あとカウントダウン TV が8月9日なので忘れずっていうことと、竜兵くんがここでもあの話で、新聞掲載情報もということですね。新聞掲載情報はなんと本日8月8日の話になります。ということでね、直近としては8月8日のこの新聞掲載情報から語るのがいいのかなって感じがいたしますが、リンクもろもろ貼っておきますので参考にもしていただければと思っておりますけれども、スポーツ報知の東京販売局のツイートがありまして、こちらですね、あのベスティの皆さん、今日9月8日スポーツ報知にアハモ B ファーストの全面広告1ページが掲載されております。記念にマストバイコンビニにお迎え、コンビニへお迎えにレッツゴーということで、あの写真が載ってましてね、カメラに撮られているような何人の姿がありまして、アハモ B ファーストと書いてます。スポーツ報知ですね。なおスポーツ報知東京販売局ですね、スポーツ報知東京販売局ですので、もしかしたらですけど、これ東京の方でしか掲載されてない可能性というのがあるかなとちょっと思っています。コメントのリプランでこちらのツイッターのね、他の地域の方のスポーツ報知に載ってなかったっていうコメントがあるので、ちょっとその辺がわからないので、もしかしたらスポーツ報知東京販売局ですから東京の方だけかもしれませんので、そこのところはご留意くださいというか、ご注意くださいっていうことですかね。はい、ということです。で、続きまして、そうだな、BE:FIRST の 2B に関する記事があって、リアルサウンドの方でね、紹介していただいているので、そちらもね、ぜひチェックしてもらって閲覧数上げるっていうのも大事だったりするんで、 BE:FIRST 2B で首位獲得、ボーイズグループ新時代を切り開く音楽的魅力を徹底分析っていう、そういう記事がありました。こちらサムネにはね、反映されておりませんけれども、リンクは貼っておきますので、ぜひ行ってみていただければと思っています。で、続きましてね、そうだな、アナザースカイですかね、ソータくんのアナザースカイホームページがありましてですね、八木莉可子さんと今田耕司さんがね、写っていますけれども、こちら次回予告という形で9月14日になります。で、写真がありましてね、今田耕司さんが左側で、八木莉可子さんが右側で、俊斗くん、真奈斗くん、蒼太くんが前列にいて、竜兵くん、レオくん、涼樹くん、樹乃くんが後ろの列にいまして、八木莉可子さんと蒼太くんが隣で座っています。いや、ちょっとね、ここもね、エモいなっていうかね、別に変な意味じゃなくて、単純に並ぶと可愛いなっていうね、男女が2人で並ぶと可愛いなっていう風に思いがちな人間なんで、だからレオくんと矢吹奈子さん的な感じで、ソータくんと八木莉可子さん並ぶと可愛いなっていうね、さらにね、そんなことも思いました。まあこれはこの辺にしときましょう。私の単純なね、趣味思考だったりするんでね、趣味思考っていうのもよくわからんけども、はい。で、こちらの次回予告9月14日になりますね。9月14日ですから、あれですよね、インスパイア東京じゃないわ。テレ朝ドリフェス。テレ朝ドリフェスの日でもありますんで、私は多分これは後々に見るってことになりますかね。はい。ドリフェス行ってますんで。で、9月14日のゲストは7人組のダンス&ボーカルグループ BE:FIRST の皆さん。それぞれが歌、ダンス、ラップの高いスキルを持ちながら作詞作曲や振り付けにも携わる。今回メンバーのソータさんがアメリカのアリゾナを巡る。前回はダンスの世界大会に出場するために訪れた。2019年この地で4度目の世界一を獲得した18歳だった。ソータさんにとってこの地は旅先というよりは戦いの地だという。ダンサーの母の影響を受けて9歳でダンスを始めてすぐに夢中になった。辞めていく仲間もいたし、彼らが楽しく遊んでいるのを横目に見ながら、ダンスに全てをかけて日々を送った。ここまでにしときましょう。
この後も非常にエモいことが書いてありますし、この文章も非常にね、ドキュメンタリー番組ならではというか非常に名文でございまして、見ているだけで、読んでいるだけで目頭が熱くなるような、そういう気分にもなるような気がいたします。はい、こちらね、ぜひチェックしてください。それからですね、そうだな、こっちだけいくか、Be First 激論来世でなりたい職業という形でカウントダウン TV、 こちらの方でブリスフル、なんとね、9月2日と連続2週でブリスフルを歌わせてもらうという形で、こちらのカウントダウン TV の方が9月9日、もしかして俺さっきも9月じゃなくて8月って言いました、言ってたら申し訳ございません。はい、ちょっと時間もないのでチェックもできませんが、そんな感じで9月の9日ですね。8月か。いつまで夏でいるつもりだ俺は、っつってな。はい。そう言って言ってなかったし、あれだけど。ですね。9月9日、BeFirstCountdown TV ですね。こちらで、竜兵くんがまた話よって話なんだけど、来世になりたい職業、サッカープレイヤーと言ってましてね。竜兵くん実はラジオでサッカーの話をしてて、で、なんかこう、かなりディープにサッカー好きっていうところを、球技ができないって話もしていたし、もともとね、ダンスをずっとやっててっていうところで、そこの部分だったと思ったんですが、かなり好きみたいなことだというところで、そこの部分をラジオで聞いてびっくりしたんですが、こちらでもその話をしてますんで、だからジュノン君がサッカーのあれだけども、イメージだけど、リュウヘイ君もその感じのイメージになってくると嬉しいなと思いますが、なんかそんな感じだったりはしますかね。ジュノン君と竜兵君でサッカーの仕事をしてみたいなね、コメンテーターとかそういう感じになったらいいと思うし、ジュノン君、竜兵君でね、高身長コンビでもあるし、なんかね、レオ君、リョウケ君、ソウタ君ほどバラエティに出たりはしないというか、もともとバラエティそんなにみんな出ないけどさ、ジュノン君、竜兵君で一緒にいるとね、またいいケミーができるんじゃないかなって気がしててね、そんなことも思いました。はい、9月9日ですね、カウントダウン TV。 はい、で、こちらですね、むしろこれを見つけた時にね、ラジオ配信でも語らなきゃと思ったんですけど、レオ君が以前出ていた NHK 番組がありますが、最高の一通おせっかいな文具店白ヤギというね、番組ですよ。こちら第2弾放送決定、放送は9月16日月曜日、敬老の日ということになります。こちらあれですね、富田のぞみさんが店長、水野よしきさん生き物係かな、常連さんがいて、で先輩店員がちゃんかわいさんが芸人ので、後輩店員役として BE:FIRST のレオくんが前回にも出まして、で今回第2弾ということです。で後輩店員役というところでね、出ますから、またレオくんの演技が見れるということになりますね。ということで、いや、後輩力についてね、矢吹奈子さんの番組でそれについてのこともやっていたんですけれどもね、後輩役をやらせたら結構いい感じだと言うんじゃないかなっていう、多分そのね、涼介くんと違って俳優ではないけれども、後輩力っていう部分でね、非常に素晴らしい人であったというとか、そういうのがあったもんだから、こちらでもそういうところをふんだんに生かしたことをやってくれるんじゃないかなって気がいたしますよ。はい、というわけでこちら楽しみですね。9月16日になりますけれども、はい、ぜひチェックしましょうって感じです。はい、というわけでもろもろ語ってまいりましたが、リンク貼っておきますので、情報のいろいろなことを語りました。ぜひリンクの方も参考にしてください。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランファンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私、グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、
で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。